下着姿みたいなそう感じでトイレしてるから、うん、トイレの個室なんだけど、うん、裸だから分かる。女性的な構造上の割れ目が出ないようにとか、うん、男子の知らないトイレが大変な女子の服装について。女子の服装で、うん、トイレが大変な服装、うん、結構あるよね。あるね、うんうん、オーバーオールとか、うんうん、サロペットとか、うん、もう上下が一緒になってる、繋がってるとね、うん、着る？そういう服着ない。あ、本当？私結構好きで、うん、すぐには脱げないから、うん、なんか上は一応着てるから普通にズボンの延長線上ぐらいの手間なんだけど、うん、なんかたまに本当につなぎ、うん、みたいなのとか着ると、うん、なんか本当全部脱いで、うん、ほぼ下着姿みたいなそう感じでトイレしてるから、うん、なんかすごいねトイレしてる間に不思議な気持ちになる。なるね、うんうん、つなぎだとその服の量が多いから、うん、こう座ってした時に持ってないとそう、ね、そう床にペチャってつくから、うんうん、それも大変だなって思いつつもやっぱり可愛いから着ちゃうんだよね。可愛さに分かってるね、うん、まあ、確かにあのマキシだけ、うんうんうん、床スレスレのスカートとかって、うん、トイレの床についちゃうとか不安あるよね。ある、うん、ある。なんか和式とかしかない買った時ちゃんとこう託し上げないと引っ掛けるんじゃないかみたいなこの辺もこれしてめっちゃこうやって抱えるよね。あるあるだわ。長いものって着物とか、うんうん、一回こうやって託し上げたら結構崩れちゃったりするから、うん、それはまた直すのに時間かかったりするから。そうだよね。あとこれ女子あるあるかわかんないけどそのマキシだけの、うん、こう長いスカートを履いた時に、うんうん、トイレから出た時にそれこそ下着に、うんスカートの裾が入ってるみたいな、うん、あるよね。あるよね。本当にその場で、ね、出てきた時がまだ女子トイレ内だったら、うん、周りの人が言ってくれたりとかたまにあるんだけど、うん、公の場というかその、ね、公共の場に出ちゃったまではないけど、うん、でもたまに入ってることあるし全然知らない人で、うん、入っちゃってるみたいな、うんうん、たまにだからちょっとパンツ見えてるなみたいなあるよね。あとスカートじゃないけどスカートのインナー、うん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 、インナーがさ透けないから透けないようにあるその中のインナー部分がちゃんと下まで降りてなくて、うんうんうん、スカート透けちゃってスカート透けちゃってるよってことか。あるあるある。実際私もあやばい全然下下がってなかったとかあるから、そうそう男性ちょっと分かんないかもしれないけど、ね、スカートにはインナーってものがねあるんですよ。結構なんかレースタイプのスカートとかだと中が透けないようにちょっとタイトめにね、うんうん、あったりするとこうまくし上げて戻すの忘れちゃったりとか、そうそうそう、このインナー大事、まかんのぐちゃぐちゃみたいなってね、そうそうそう、履いてる時とかある。看護学生の時、うん、白タイツ、白タイツでしょ。大変じゃなかった？大変だったね。あれわざわざそう下ろさなきゃいけないし、下ろさなきゃいけないし、そんなに頑丈じゃないじゃないあれ、うんうん、なんか普通のストッキングに比べて結構破けやすいじゃない、うん、もう真夏とかさ、うん、もう汗でさ、うん、下げにくいし上がりにくいし、わかる、もう破けないようにっていう、うんうん、そこの気遣いもあったよね。そうだね、白ストッキングだけじゃなくてさ、うん、普通のストッキングもさ、うん、その上げ下げするときにベリベリベリって伝染しちゃったりとか、うん、コンビニとかで買っても600円とかするじゃない。そう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 、意外と高いよね。高いんだよね、うん、ね、破けてる履くのもしょうがないし、いやちょっとこれは見にくいなと思ってね、そう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 、買っちゃうけど、うん、逆に楽なの、逆に楽なの、私はもう負けしだけじゃないワンピースはもう楽。あ、うん、基本スカートだったら楽な方だよね、うん、スカート楽だね、うん、ずっとスカート履いてるな私。パンツだったら別になんか楽も楽じゃないもん、そんなに大差ないかなっていうものによって、丈によってとかはないかなっていう。グラビアやってるとさ、水着もあるじゃない、うん、あるね。ビキニだったら全然大丈夫なんだけど、あ、競泳水着、競泳水着、はい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 、裸になる、確かに確かに、トイレの個室はなんか裸だから、わかるわかるわかる、うん、しかもなんかニップレスしかしてない、そう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 、めっちゃなんだこの格好、なんだこの格好ってなる、うん、衣装チェンジするときに競泳水着になるなってなったら絶対その前トイレ行くよね。そうわかる、絶対行く、絶対行く、着るのも大変じゃん。そう着るのも大変だからね。その撮影会とかだとそのショーツ型のね、うん、インナーを履いてるので、うん、着脱はそんなにあの苦じゃないかなって思うんですけど、雑誌とか DVD とかだと前張り、うんうん、ああ
張りね。そう、うん、あれもなんか厄介というか。厄介だね。え、前張りしてトイレ行くときどっち外す？あのお尻側か前側か。私お尻から。あ、そうよね。え、合ってる。うん、それでいいと思う。全然それでいいと思う。前側の方が太いよね。うん、太い太い本当に、ね、何、そうそうそう、すごい前から前からこうやってこんな感じで細くなってる、ね、そう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 、うん、本当に形は何、三角形、三角形でね、本当に細いこういう三角形で、うん、前側が太い辺で、うんうん、でこうそうあるけど、前のこの一番てっぺんのところに両面テープがついてて、うん、で後ろのこの三角形のこの一番細いところにもなんか両面テープがそこだけついてて、前からこんな感じで、ね、そう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 、で尾てい骨あたりにね、ペタって貼ってるんですよね。一回剥がしちゃうとさ、うん、なんか粘着とかもさ、うん、あれだし、それこ そ, それ持ってないとさ、持ってトイレしないと、うん、なんかペロって垂れちゃうからさ、うんうん、なんか濡れちゃうし。スタイリストさんとかさ、うん、なんかトイレ行ったら教えてないんだよ、もうちょっとあげるからみたいな、うん、あ、嘘、私気使って言えない。なんかそういう、そういうのを言ってくれる方があんまりいない、うん、そう、お風呂のシーンとかやった時はもう全部取っちゃっていいよみたいな言ってくれるけど、トイレから帰ってきた時は別になんか帰るとか全然言われないから、あ、スタイリストさんもこれ自分の経費だしあんまり使いたくないのかなみたいな思って、私は言えずにまた頑張ってピッて貼って、うん、毎回、え、帰れよみたいな、うん、で自ら言ってくれる、うんうんうん、スタイリストさんだったから、うん、気を使わずに済んでたかもしれない。いいな、そのスタイリスト、うん、確かに人によるかもしれない、ね、そうだよね、うん、そうだよね、確かに。まあ、前張りの役割としても確かにその、まあ、分泌物防止だったりとか女性的な構造上の割れ目が出ないようにとか、うん、前張りの種類の話になってきちゃったけど、なんかほんとスタイリストさんの手作りだよね。そう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 、だからなんか質感が人に人それぞれね、うんうんうん、違う違う違う、なんかテーピング、しっかりしたテーピングを切り取って、でそのお股に当たる部分だけ織物シートみたいな生地を貼ってくれる方もいれば、なんかストッキングみたいな生地に、うんうん、をそういう形に切り抜いて、で両面をパッて貼ってるだけの方とか、うん、本当いろいろ。確かに、うん、まさかトイレが大変な服装のお話からちょっとグラビアの前張りの話までちょっと幅広くお話しさせていただいたんですけれども、この動画がいいと思ってくださった方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回、せーの、シュッ。